どうもネオコウトユミンです。スパイズスパイゾーン。今回は結構深刻なマシュマロに答えていきます。読みます。ネオコウトユミンさんこんにちはとは書いてないんですが、精神的な支えとなる哲学書を教えてくださいと。これにちょっと真剣に答えていきたいなと思ってます。もしかしたら質問者さんの意図している内容というか求めている答えとは違ってしまうと思うんですが、私なりにこういう答え方の方がきっと意義があるだろうなと思いますので、よろしくお願いします。だから見てる人も多分そういうイメージとは違う話になると思うので、よかったら飽きずに聞いてください。じゃあみんなの持ってるイメージを言うと、辛い時に支えになる人生哲学みたいな、そういう本を紹介してほしいということだと思うんですよね。でそれだったら例えばマルクス・アウリリウスの自省録をどうぞとか、ストア派をどうぞとか、デカルトをどうぞとか、ショーペンハウアーをどうぞとか、終わらせられることもできるんだけど、それじゃつまらんなと。哲学書を読む意義みたいなものにもっと触れてほしいなと思って、もうちょっと違う話をしたいのね。でそれは精神的な支えにもなると思う。じゃあどういうことかっていうと、今残ってる哲学書っていうのはやっぱすごい本なんだとまずね、なんでかっていうと、いわゆる形而上学っていうものを僕は精神的な支えにしてほしいなと思ってて、なんでかっていうと、形而上学ってやっぱその時代の頂点なんですよ。まあ、ミネルヴァの袋は夕方に飛び立つだかなんだかってヘーゲルも言ってますけど、やっぱその時代の頂点に立とうとしてるっていうのが形而上学なんです。世界の成り立ちとか起源とか根源を探るっていうのが形而上学なんですけど、それってもう今までのあった、まあ、例えば古代ギリシャなら古代ギリシャの詩人とか含めたそういう哲学者、祖父、知者たちの精神っていうのを全体にまとめて俺が語り直してやるっていう試みが形而上学。まあ、それをやったのはアリストテレスだし、その本の名前がまさに形而上学っていう、自分自身の精神っていうのを歴史全体の中で今俺が初めてトップに立っていると、その高み、トップオブザワールドから俺は世界をもう一度語り直すっていう試みが形而上学なんだよね。それすごいね、熱いと思わないかな熱いってことを伝えたいんだけどつまり形而上学って今すごい批判されてるよね。だから独断論とかさ、ドグマだとかって、まあ、現代では言われちゃうけど、それ以前に僕らアマチュアが感じたいことは、やっぱ形而上学ってのはすごく人間としてもこれ以上ないチャレンジングな試みなんだというね、ことを共有できたらいいなと思ってます。辛いことから救うとか、よくまあ非モテ動画とかでもさ、一元論と二元論って話とか、救いになるとか別の価値を持つことが救いになるって話は僕もするんだけど、それだけじゃなくて、こう現実から別のものを作るっていう、その脱出だけじゃなくて、その現実において頂点に立つっていうかな、なんていうかな、そういう現実を全て見渡す案がために別の世界とか別の視点を獲得するっていうことが哲学の大きな魅力の一つでもあるんだよね。現実からただ逃げて、はい現実知りません、さよなら、僕は関わりませんのでっていうことだけじゃなくて、脱出したところから改めて見つめ直すことができるっていうのが哲学の試みなんだよね。まあ、哲学ってすごいもう傲慢で不遜で大胆な試みなんだけど、それと同時にやっぱ誇り高く君臨する王者のような立場に自分がなろうっていう熱い試みでもあるんですよ。そこを感じて、でもしもそういう視点を自分も少しでも共有することができたら、世界全体を見渡すと、そういう世界の頂点から見た世界の在り方っていうのを少しでも獲得できれば、まあ、それは大きな支えになるし、精神的な、まあ、自分の救いにもなるし、まあ、世の中をね改めて生き直すっていうモチベーションにも、まあ、つながるんじゃないかなと思って今こんな話をしてみてます。だからどんな哲学書がいいですかっていうと、まあ、そういう形而上学、もう時代のトップ形而上学を読んでみてほしいですね。例えばアリストテレスの形而上学もそうだし、スピノザのエチカでもいいし、デカルトの生殺でもいいし、哲学原理でもいいし、カントの純粋理性批判でもいいし、ヘーゲルの精神現象学でもいいし、ルソーの社会契約論とかでもいいし、ルソーの社会契約論はとんでもない影響力のある本だから、それはもうぜひとも時代の精神に結果的になったっていう本だから、時代精神を反映したとか時代精神になった本っていうのも
ぜひとも見てほしいですね。トマスとかでもいいですし、中世だったらね、もう中世の頂点は間違いなくトマス・アキナスだろうと思いますから、まあ、そうやって名著中の名著に挑戦してほしいなって、非常に難しいとは思うけれども、それをゆっくり自分であれこれと考えながら読むっていうことをやってみてほしいなと。その読書と行為が支えや楽しみや喜びにもつながるし、そこで何かをつかむことができたら、これはもう大きな収穫だと思うし、哲学書を読むっていうこと自体もできるようになると思いますので、ぜひともね、まあ、ストア派がダメだっていうことは全然僕はないんですけども、まあ、ストア派やエピクロスとか、その悩み哲学者はこう答えてますっていうようなところで終わらせるのはもったいないなと。哲学をお悩み解決とか、そういう精神的な支えにするってだけじゃもったいないなっていうことを、このね、マシュマロ質問者さんのマシュマロを通じて改めて僕も気がつけたので、そういう意味でこういう話をしてみました。だから本当にいい質問をいただいてありがとうございますって感じです。はい、ということで今回は、まあ、精神的な支えになる哲学書ってことで、刑事上学を読めっていうむちゃくちゃ内容だったな、よく考えるとまあでもね、なんとなく言いたいことが伝わればいいなと。僕もね、だからまだまだ全然勉強が足りないから、なかなかこうやって抽象的な思いを吐露するにとどまっちゃうんだけど、まあ、自分のね、今感じているネオコトユミが感じているような哲学との向き合い方っていうのをちょっと、みんなにも共有できたらなと。で、みんながどう感じるのかなと、こういう話を聞いて、哲学に対してそういう向き合い方があるんだみたいなところを感じ取って感想をいただけると嬉しいですね。別にそれは賛意を示す感想でもいいですし、まあ、反対とか違和感を示す感想でも全然構わないので、まあ、ぜひともそうやって質問いただければなと思います。こういう考え方、やっぱり現代だともうちょっと受け付けないっていう人も全然いると思うんですよね、まあ、それはそれで全然いいなと思いますので、まあ、よかったら気軽にコメントいただければと思います。はい、ということで今回は精神的な支えになる哲学書ということでお話ししました。はい、それではごきげんよう、さよなら。